さあ、今回も前回に引き続き野田市郷土博物館および野田市市民会館周辺からお送りしていきます。今回は匂いが特徴的な草花が登場しますよ。なんだろう、いい匂いがする草花だといいな。どうだろうね、それは見てみてのお楽しみ。臭いのかな。ふふふ、どうだろうね。それでは見ていきましょう。近くにあるのかな。これアケビです。アケビが種から出たんですね。なかなかアケビの発芽シーンって聞ける機会がないけど、これ、あ、これ、じゃあ鳥さんがどっかで食って、まあ持ってきた。へえ、面白い、まあ。鳥さんが持ってくるっていうのは要するにってことなんですけれども、いろんなもの運んでくるんですよ。アケビの実を種と一緒に食べて、踏んで落としてここで発芽ということですね。アケビはちょうど今がお花の季節です。で、アケビの実って食べられるんですけど、うん、食べたことありますか？あります。好きな味ですか？うん、あんまり好きではない。子供の頃食べて。あれね、はい、あの種をね、うっかりかじっちゃうと口の中、喉がずっとイライラするんですよね。だから種は捨てなきゃなくて。で、アケビって意外に実つかないんですよ。違う株が2本以上なんです。同じ株同士で傷つけない。よくね、2本植えないと実がつかないよって書いてありますけど、はいはい、ああいう類なんですね。アケビのつるはカゴとか工芸用によく使われるんだ。果肉はそのまま食べられるし、皮も野菜みたいに調理して使えるんだ。だけど種子はえぐみが強いので要注意。飲み込んじゃうと喉がイガイガしちゃうよ。この酒かきがあったので、酒かきがあればいいな。もう酒かきもお花が終わっちゃいましたね。これ酒かきなんですけど、でここにお花が。で、酒かきって暖かい地域の植物なんで、ないところではこの酒かきで対応するんですね。で、これ、本当はお花が咲いてる時にあれしたかった。何色なんですか？白いお花。なぜかって。しかもこれが咲くとガス漏れのようなガスがガス漏れ、はい、まあ声だめが近づくっていうかガス漏れとか、はい、だからこれがいっぱい咲くと、あの昔どっかだったかな、ひさかきがいっぱい咲いた時にガス漏れが起きてるって通報が相次いで、行ってみたらひさかきの花の香りだったっていう。まさかの珍事件ですね、はい。榊は関東地方では榊の代わりとして神社に植えられることが多いんだ。春に可愛い花をつけるんだけれども、ワピちゃんの言う通りガス漏れのような悪臭を出すんだ。例えば花粉は大丈夫ですか？大丈夫です。あ、さすがですね。今は何花粉なんでしょう？皆さんクシャンクシャンしてますけど、今はこの歩いてる木の時点ではヒノキの方が多かった。そうですか。先生も大丈夫ですね。一応大丈夫です。でも私あれがダメなんですよ。家の中のホコリ。あ、だから通年通年。これがヒノキです。ちょうど枝先が茶色くなってるのは枯れてるんじゃなくてお花なんです。へえ。いるかな。出すなとか言われたら花粉大丈夫ですか。大丈夫です。あ、出る。わちょっと出る。この茶色いのが雄花です。で、ここの、私が今指に寄せてるちょっと形が違うやつありますね。これが雌花。これが雌花ですね。で、まあこの雌花がだんだん成長していくと、こういう、まあちっちゃい松ぼっくりができまして、その中に、ヒノキの種が入ります。これ下落ちてるのは全部ヒノキのヒノキぼっくりですね。で、このヒノキぼっくりの隙間に種が入ってますので、それをまけばヒノキの木を育てることができます。興味がある人はどうぞ。ちっちゃい。
ヒノキは言わずもがな日本固有種で高級な木材が取れる木なんだ。一方で春に大量の花粉をまき散らすことから花粉症の原因植物として嫌われているんだ。いろんな意味で有名な木になってるね。ちょっとあの子どもたちの声が聞こえてきてるんですけど、はい、あのこの篠地区には貴重な公園なんですけど、はい、こちらも乃木坂公園と言われてます。ちょっと分かります。真ん中にあの記念碑が立ってるんですけど、まあ、以前はそこに時計がはめ込まれて、あの丸いあの丸いやつ、はい、あ、藤が間もなく咲きますね。4月の5日だというのに、あまりにもあったかい日が続きすぎたってびっくりしてあれしたんですね。本当はね5月ですけどね、うん、この藤もすごい風格があるんですよ。だからきっと相当昔からありますよね。樹齢がすごいんじゃないですかこれ。道場になってますけども、元はキッコーマンの本社だった。ここは本社、あ、本社なんですか。移築されて今ここに。それで、保育園ですから、キコマン の親がやってる我々子供だったんですから、お袋とか姉さんにここまで来てもらって、これで引き渡されるんですよ。でもここでわーわー泣いちゃうわけね。行っちゃうから、で先生にさわーって離れられて中に入ってで、我々の時はここではあれですよ、あの配給のあの何粉乳、脱脂粉乳をミルクとして飲んだところです。でも今は道場として市の建物になっています。道場ってこと、何の武道、あ、剣道、剣道、柔道、はい、で、弓道場も、うん、裏に弓道、弓道場があります。前から弓道場、はい、これ、ね、北山産業遺産に指定されてます。認定されてますね、うん、経済産業省で、うん、これ違うの、アメリカの山ですよね。じゃあ、春か、シュン、これ風ですよね。プー館だ、カンな、シュン、プー館ですね。いかがでしたか。残念ながら大砲の草花でしたね。残念、せめて今度は可愛いお花がついてるところが見たいな。そうだね。ちなみに本日登場した乃木坂公園は、醤油工場を営んできた乃木坂平治家が大正時代に開放したものらしいですよ。歴史のある公園なんだね。そうだね。皆さんもぜひ足を運んでみてくださいね。ではまた次回に。